吉村幸三郎、吉村幸三郎、吉村幸三郎、1911年9月9日から2000年11月7日は昭和期の映画監督である。兄はフランス文学者の吉村昭一郎。4人の子供を設け、長男は元 NHK 解説委員の吉村秀美。映画監督の西村昭五郎は、いとこ。滋賀県を移し、ゼゼ生まれ。吉村家は、 同県坂田郡三島町の中仙道で、代々脇本人を営んでいた。父、吉村平蔵は、大阪朝日新聞社の政治記者から、保険会社重役などを経て、大阪市助役、第11代広島市長、在任1915年1月から1916年12月を務めたため、これに伴い2歳から、京都市下京区で4歳児は、 広島市大手町で育った。広島を経つ前の晩、家族で万代橋のたもとにあった映画館で映画を初体験。チャップリンの映画に感銘を受けたことが映画を志すきっかけだったという。その後も父の転職により、4歳から11歳まで、再び京都で、11歳から12歳まで、東京向島まで育つが、関東大震災により、父の郷里。 滋賀県三島町に転居。1924年、岐阜県立大垣中学、現、岐阜県立大垣北高校に入学。しかし、中学4年の時、教師排斥を問われ同校大学。東京の私立日本中学、現、日本学園高校に転校し、翌年に卒業。1929年に、親戚のつてで、小畜蒲田撮影所に、 女子見習いとして入社した。入社以来、島津康次郎の下で助監督として活躍する。1932年に軍隊に入隊。当時は、築地小劇場の手伝いやデモに参加した子からよう、注意人物とマークされていた。1年後に除隊し、1934年、当時10歳の高峰秀子が、主役のナンセンス短編喜劇、抜き足差し足。 非常時商売で監督デビューするが、評価は低かった。以降は島津を、はじめ、同じく、島津文化生の五所平之助、豊田史郎や成瀬せみきおの助監督を務めた後、1939年に、女こそ家を守れで、本格的に監督デビュー。続いて東方に移った、島津安次郎が撮る予定だった岸田国史原作の、暖流を撮り、新人離れした演出で、 キネマ巡邦ベスト107位に選ばれた。この作品を機に、本作の高峰美恵子や、安城家の舞踏会の原節子、ニセレル、清掃の恵町子など、主演女優の魅力を引き出す能力に定評があり、女性映画の巨匠と呼ばれる。さらに翌年、上原健主演のセミ公用映画、西重戦車長伝を監督、キネマ巡邦ベスト102位に入る。 また戦時中は1942年に艦長を未だ出しせず、1943年に海戦の前夜といった国策色の競映画ながらアメリカ映画張りのサスペンス調の演出で人気を呼ぶ。1943年10月撮影中に赤紙が届き出生。軍隊では機関渋滞の小隊長として南方戦線に派遣され、後にタイのバンコク駐屯の 第十八方面軍司令部情報部を経て終戦時は、辻正信が部長の情報部にいた。南方戦線より復員後の1947年、没落家族を描いて、新しい社会の到来を印象付けた安城家の舞踏会を取り、キネマ淳法ベストワンに輝く。以後、この作品の脚本を書いた、神道兼人とのコンビで、多くの名作を制作することとなる。また、 1950年には、その振道カネトと,と映画制作会社、近代映画協会を設立し、作品は主に大英で配給された。1951年に、ニセレル清掃で、毎日映画コンクール監督賞を受賞している。なお、この年には松竹大船撮影所に見学に来ていた、騎手稽古をスカウトした。以後、1952年には監督した、源氏物語が、 カンヌ国際映画祭に出品され、杉山光平が撮影賞を受賞している。精力的に作品を発表し、男女の心理描写に優れた手腕を発揮した。1956年、経営が行き詰まった近代映画協会を離れ、新藤兼人の要望で名義だけは残した。昭和40年代、再び近代霊峡制作映画の監督を務めている大英に入社し、 山本藤子や恵町子を主演にした夜の川と夜の蝶の女性映画物を脚本家田中澄江とコンビを組んで大英時代の代表作とした。1963年に脳出血1972年に意を全摘出するなどして体力の限界を感じ三國伝太郎を主演に田中昭三の生涯を描いた1974年のボロの旗を最後に 映画の制作から遠ざかり、テレビドラマで名前を見かけるに止まる。鬼平犯課長で八代目、松本幸四郎、丹波哲郎、よろずや金之助版へ、監督参加し、シリーズに貢献。白王版では、新藤兼ととも久々にコンビを組む。多くは、文筆業を主な仕事にし1976年、指示放送、1982年、訓四等曲実賞受賞を受賞。 1985年に映画監督として先輩だった牛原宇津彦や1994年に新郎の妻で親交が深い女優、音羽信子が亡くなった際には、それぞれ葬儀委員長を務めている。1997年に妻と死別した後も、追筆、寄稿や講演会出演などで健在ぶりを示していたが、2000年11月27日に、 急性心不全のため逝去。享年八十九。十は女すり、免引きおとみ十四はおゆきのちぶさ五十一は縁夫の毒五十二は小敷坊主五十七は起きくとコ介六十二は積み滅ぼし脚本新藤兼人とのコンビは十十四五十一は十二はどん牛十四は平松屋おみつ十六は総掘りの計二十一は愛引き二十二は殺しの起きて 十七話昔馴染十五話小一気のお里十三話猫じゃらしの女二十六話女すりおとみ六話ささやのおくま9話密定二十話にょく楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください